耳かきブームの裏で、耳かき依存の若者が急増中。耳かきは医療行為であって娯楽ではない。問われる企業責任、耳かきの気持ちよさを過剰に押し出した売り方へ、批判の声。ふっ、くだらない。所詮三流の週刊誌、大したことも書いてないし、潰すまでもありませんね。ま、こんな記事が出るということは、それだけ我が社の製品が世間に浸透しているということでしょう。それで？あなたは、これを私に見せたかっただけですか？ほう。つまりあなたは、この記事に近い考えを持っていると？驚きました。あなた、私に立てつくつもりですか？破産寸前のこの会社を引き継ぎ、耳かき業界最大手へ成長させたこの私に？それが何を意味するのか、わからないあなたではないはずですよね。そうですか。それは残念です。あなたは、もう少し、賢いと思っていましたが。どこへ行く気です？まさか、ただ会社を辞めて終わり、とでも、思っているんですか？来なさい。あなたは逃がしませんよ。野放しにすると、少々不都合なので。しっかり押さえておきなさい。今から、この者に耳かきをします。さ、頭をここへ。せっかくの機会です。開発中の試作品の威力、あなたで確かめてあげましょう。おやおや、そんなにもだえてしまうほどでしたか？これは、耳かきし終わった後がどうなるか、楽しみですね。気になるでしょう。今まで味わったことのない感覚が、耳の中に広がっているでしょうから。せっかくですから、あなたの耳を描いているこれが、どういったものなのか、教えて差し上げますね。実は、耳かき棒のサジの部分に、微弱な電流が発生していて、それが耳をなぞることで、内側を通る迷走神経に、直接、電気信号が伝わるという仕組みになっているのです。それにより、サシが耳に触れた瞬間の快感が何倍にも増幅されていく。これぞ、全く新しい発想で生まれた快楽特化の耳かき。どうです？この後に及んでまだやりすぎという言葉が出てくるなんて話になりませんね。これを機にあなたの勘違いを正してあげましょう。耳かきは耳の健康を保つためのものではない。どれだけ気持ちよくなれるか、それで耳かきの価値が決まるのです。先代の社長は、それを受け入れなかったから失脚した。これは、覆しようのない事実。いつまでも健康志向の耳かき棒ばかり売って、経営が傾きかけて、今の方針に切り替えた結果、売上が大きく上がり、こうして話題にもなったのですから、どちらが正しいかなんて、火を見るよりも明らかでしょ。耳かきへの冒涜とは、
随分な言い草ですね。その冒涜に今にも溺れそうになってるのはどこの誰だというのです？ああ、そういえばまだ試していない機能があるんでした。実は電流の強さを切り替えることができるんです。ちなみに今までの設定は一番弱い方。ではそちらはもう片方のお耳で試してみるとしましょうか。ほら、反対を向いてください。あらあら、ずいぶん弱々しくなってしまいましたね。終わらせてほしいのですか？でも、こっちも耳垢が残ってます。お耳の健康のためにはちゃんと両方ともきれいにしないといけませんよね。ほら、始めますよ。先ほどまでとは目に見えて反応が変わりましたね。ひとかきごとにあなたの喜びがひしひしと伝わってきますよ。ああ、素晴らしい。私の思い描く理想の耳かきに大きく近づいてると言ってもいいでしょう。耳かきはいくら気持ちよくてもいい。逆に言えばどれだけ気持ちのいい耳かき棒を作ろうとも 100% 完成にはならないということ、わかりますか？耳かきにやりすぎなどというものは存在しないんです。そろそろ頭の固いあなたでも私の哲学を理解できてくる頃合いかと。耳かき依存の若者が増えているというのも私に言わせれば大いに結構。このストレス社会において顧客が求めているものは嫌なことを何もかも忘れさせてくれる存在なのですからね。え、改めて聞かせていただきましょうか。この耳かきいかがですか？そうですか。ではあなたの望みを叶えてあげるとしましょう。あなたには今日付けで製品開発部門への異動を命じます。そこであなたにしてもらう業務は一つだけ。開発中の試作品のモニター役になっていただきます。ああ、モニターといっても特に意見や感想を述べる必要もありません。あなたは業務時間中ずっとお耳を貸してくれるだけでいい。耳かき中のあなたの反応を見ながら試作品の調整を行い、修正したものでまた耳かきをして、毎日その繰り返しです。よろしいですか？ああ、失礼。今のあなたには少し難しい話をしてしまいましたね。つまり明日からいっぱい気が狂うぐらい耳かきしてもらいますよ。嬉しいでしょう？そう、それはよかった。私としても大助かりです。前任のモニターが壊れてしまって一人
補充しないといけないところでしたから。うん、あら、なんだか反応が鈍くなってるような。まさかもうこの感触に慣れてしまう。いや、もしかして気絶してるの？これはもう文句のつけようのない出来。急いで商品化するよう伝えないと。あなたたちもお疲れ様。悪いけどもう一仕事お願いできる？ええ、これを地下に運んでおいて。うん、逃げられないよ。しっかりと手と足縛った状態でね。うん、お願いね。これからが楽しみね。